正義、浜尾四郎。ほう、すると君は今日あの公判廷に来ていたのか。そうだったのか。ええ、あの事件の始めから終わりまで傍聴していました。あなたが弁護してやってる森木国松っていう被告人ですね。あれが松村子爵を殺したとは僕にもちょっと考えられませんよ。あの事件当時、僕は随分詳しく新聞を読んでいたんですがね。そうかね。僕は君のような芸術家があんな殺伐な犯罪事件に興味を持ってるとは思わなかった。鬼怒川龍太郎はこう言いながらシガレットを灰皿にポンと捨てた。そうして前に置いてあった紅茶の茶碗を取り上げてすすりながら、今更らしく相手の顔にしげしげと見入った。さえ帰った春の寒さに、湖外はいつしか雪となり、暮れてからは風さえ加わってきた。ぎっしりと詰まった本棚に囲まれた洋風の書斎に、炉端に椅子を相対して座した二人。主人は鬼怒川龍太郎、客は清川淳である。思えば二人がこの部屋で炉端に膝を交えて冬の幾夜を過ごしたのは一昔も前のことである。鬼怒川は清川には五つ上であった。同じ高等学校、同じ大学にいた頃、二人は誠の兄弟のように信じ合い愛し合った。けれど青春の友情は青春の感激が去りゆく頃から、とかく、薄らぎ始めるものである。鬼怒川は法律を学んだ。そうして、父の後を継いで、弁護士となって、正義のために、幾多の事件を争った。清川は、青春時代の憧れのまま、文学を学び、戯曲家として世に出た。彼の作は最近、いずるごとに、華やかな脚光を浴びつつ、多くの和光ドラに、幾多の悩ましき夜を送らしめている。こうやって、二人の道は、次第に隔たっていく。36歳になる鬼怒川は、6年前に結婚した。しかし、家庭は、寂しかった。彼らには、子が恵まれなかった。その上、妻の静江はいつも病身で、一年のうち半分は家を離れて湘南の地方に保養に出かけていた。粉のような雪が湖外を飛び散っている今宵も、鬼怒川龍太郎は寂しい一人の夕食を済ませて、勇敢にでも目を通そうとしていると、思いがけなく、今は旧友と名付けられる清川淳の訪問を受けたのであった。清川は休活を除すると、いきなり今日自分が法律家として出た公判廷の模様について話し出した。けれどもこれは弁護士たる自分に対する一応の礼儀、世辞に過ぎないように思われる。彼は相手の訪問理由を憶測するのに苦しみながら、無理にも話の糸口を見つけた。実際、君があんな殺人事件なんていうものに興味を持っているとは意外だったよ。僕らには相当面白い事件なんだがね。時に、なんだったらゆっくりあの話でも聞いていかないか。君は知ってるだろうが、ワイフは相変わらず弱くてね。正月から小田原にずっと行ってるんだ。一人で寂しくて困ってるところなんだから、君の方さえよかったら久しぶりでここへ泊まっていかないか。ゆっくり話そうじゃないか。彼はこう言って好意ある微笑を見せた。清川淳は
昔ながらの美しい笑顔でこれに応じたが、改めて答えた。僕は格別殺人事件に興味を持ってるわけじゃないんですがね。ただ、あの松村子爵が殺されたかどうかということだけが、見ように興味をそそるんですよ。この答えは、鬼怒川には意外であった。彼はただ、清川をして、できるだけ気楽にその要件を、おそらくは通常の依頼人のように、言いにくいものであろうから、言い切り出させるつもりで、自分が関係している事件を、いわば、行きがかり上触れたに過ぎない。すると君は、死んだ子爵と何か？いや、全然知らない。子爵とは会ったこともないのです。けれど、森木が殺したのか、または子爵が自殺したのか、ということが、見ように気になるのでね。自分が全力を注いでいる刑事事件についてこう言われると、鬼怒川も勢い、乗り気にならざるを得ない。はじめの考えを忘れて、今の清川の言葉の不自然さにも気づきながら、鬼怒川は、にわかに話を続けた。いや、まったく、それは君ばかりではない。世人が等しく、その真相を知ろうとしているところだろう。無論僕は、子爵が自殺したものと信じている。少なくも、森木国松が、殺人者ではないと思っている。しかし見たまえ、検事は立派に彼を強盗殺人犯として起訴した。藤山検事は、僕は思考上よく知っているが、めったに軽率なことをする男ではない。余震判事もこれを強盗殺人事件として公判に移しているのだ。森木は検事の前で、全部自白していると言うじゃありませんか。まあ待ちたまえ。君がそんなに熱心ならば、僕が改めてあの事件を詳しくここで繰り返してみよう。あれはちょうど去年の秋、10月初めの出来事だった。あの月の初め、僕は事件の用があって、約10日間ほど関西に行っていたが、その留守、10月の3日、小田原に近い M 温泉場で起こった出来事なのだ。無論君もご承知の通り、M 温泉場の M ホテルの第103号室で、10月の1日の夜から滞在していた松村子爵が、死体となって発見されたわけなのだ。当時、詳細に伝えられたことだから、君も知っているだろうけれども、松村子爵は若い時から外交官生活をして、当時42歳になるまで全くの独身だった。後継ぎのことについても平生健康でもあったせいか一向に考慮せずにいたらしく、東京に帰ってからも外部からは至極寂しい、しかしながら気楽そうな独身生活を続けていた。10月1日の夜、松村子爵は、飄然として M ホテルに現れた。その前夜は、沼津の N 旅館で送ったとのことだった。M ホテルに来てからの子爵の様子には、一向に変わった様子がなかった。3日の朝、ボーイの森木国松という男が、用があって、子爵の部屋の戸を叩いたけれども、返事がない。しばらくしてからまた行ったが、返事がない。ドアの外には、子爵の靴が出ているので、中に子爵がいることは確かなのだ。ところで、ドアには内側から鍵がかかっていなかったので、森木は戸を開けて中に入ってみると、子爵がベッドに寝たまま死んでいるのを発見した。このところまでは、あの当時伝えられた通りを僕が述べるに過ぎないけれども、森木の行動に
不自然な点のあるのは否めない。したがって後に彼が被告人となり、彼自身でも供述をだいぶ変えているのだが、ともかく初めは右のように伝えられたのだ。それは後にゆっくり研究することとして、子爵はどういうふうに死んでいたかというと、これは全部当局者が調べたところだが、ベッドの中に寝ていたままで、右の手にピストルを持ち、右の耳のすぐ上を撃っている。そこから鮮血が少しこぼれているだけで、全くその他に変わったところはない。検証の結果、子爵は前夜の12時前後に、ピストルの一発によって即死したものである、ということが明らかとなった。さて、いよいよ問題は、子爵の死は、自殺か、他殺か、または、過失死かということである。死体の様子から見て、過失死であるということは考えられない。最も自然な見方は、無論、自殺というテオリーを立てることである。警察でも初めは、一応そう考えたらしいけれども、まず第一に、自殺の動機らしきものが発見されない。無論、遺書のごときものは、全然見出されなかった。第二に、子爵は左利きである、ということが分かった。左利きの男が死ぬ時に右手でピストルを撃ったということになった。第3に、先に述べた通り、第一の発見者であるボーイ、森木国松の供述がすこぶる怪しくなってきたのである。そこで森木国松を取り調べると、そこに甚だ不利益な事実が暴露してきた。すなわち彼は、当時、同所の白首に身を打ち込んで、借金で全く首も回らなかったところが、10月4日になって、少々方々の借金を、約半分ほどきれいに払ったのみならず、彼の部屋から、約500円の紙幣が発見されたにもかかわらず、その出所を、明らかにすることができなかった。一方、子爵がどのくらいの金を持って旅に出たかは不明であるけれども、発見された時にはドル入れの中に20円足らずの金があったばかりだった。君は無論気がついているだろうけれども、大体森木が子爵の死体を発見するまでの順序というものが甚だおかしい。客が呼んだのならいざ知らず、ドアの外から叩いて、許可がなければ、ボーイが室内に入るべきものではない。ことに、M ホテルのようなところでは、そういうことに、ボーイは十分訓練されているはずなのだ。それに、終日客が出てこなければともかくも、午前10時頃までに、客が朝食に出てこないからといって、むやみにノックすべきものではない。第一、何の用があって、彼が103号室の戸を叩いたか。彼は、この点をはっきり答えられなかった。警察でひどく突っ込まれてから、彼は、一時供述を変えて、前を通ったら、偶然戸が開いていて、中からうなり声が聞こえた、などという、でたらめを言い出した。おまけに、例の紙幣については、かれこれ曖昧なことを言うばかりで、一向に拉致が開かない。吸ったもんだをした挙句、警察では、彼が犯人に違いなし、と見て、検事局に送ることになった。これは、無論無理のない話で、僕はこの際、一応彼を怪しむということは、よく了解できる。警察で厳重に調べられてから、不思議にも、森木は全く自分の犯行であるということを自白した。彼の自白によれば、彼が強盗殺人者として起訴されるに十分値しているのだ。
前夜、子爵に命ぜられて、タバコを103号室に持って行った。その時、子爵はベッドに入ったまま、紙幣の束を勘定していた。金に困っていた奴には、これは甚だしい誘惑だったのだ。しかし、さすがに子爵を殺して、その金を取ろうという勇気もなく、黙って戻ってきたが、1時頃、眠ろうと思って便所に行くとき、偶然103号室の前を通ると、戸が五分ほど開いている。さては、中から鍵をかけるのを忘れたな、と思ったとき、彼には、さっき見た紙幣の束が目の前に浮かんできた。金に困っていた彼にとっては、これは確かに容易ならない誘惑だった。何者かに引きずられるようにして、森木は室内に忍び込む。スタンドの薄明かりで、子爵の枕元には、腹を膨らました札入れと、一丁のピストルが目についた。スルスルと進んで、彼が、札入れに手をかけた刹那、子爵がふと目を覚ました。そうして、誰だと一声叫びながら、札束を取り返そうとして手を伸ばす。夢中になって森木は、脇にあったピストルを取るより早く、のしかかるように子爵の頭部に銃口を押し付けて、一発放った。そうして、その紙幣を奪うと、ダットのようにそこを飛び出したのだ。これが、森木が検事の前ではっきり言っている事実なんだ。すなわち彼は、他人の財物を得んがために、ピストルを放って、その所有者の命を奪ったわけになる。鬼怒川は、ここまで語ると、改めて、新しいシガレットに火をつけた。清川が祖宗のごときに身動きもせず、黙ったまま、ストーブの炎を見つめて聞き入っている。強い風が、ひとしきり、窓ガラスをバタバタと言わせて通った。僕がこの事件の依頼を受けたのは、M ホテルの主人の友人を知っていたからだったが、僕が関係し始めた時は、事件が、余震に移ってからだった。君も知っているだろうが、余震中は事件の内容について詳しく尋ねるわけにはいかない。余震判事の取り調べが終わってから、初めて僕は森木国松にも会い、事件について詳しく知ることができたのだ。森木は余震邸に行ってから、がぜん自白を翻した。そうして今日も、公判廷で陳述したような事実を述べ始めたのだ。君は、あれを傍聴していたのだから、大体話の筋はわかっているだろうけれども、はっきり僕から話してみよう。森木の言うところに従えば、松村子爵は、彼の目前で自殺を遂げたのだ。そうして、彼が所持していた500円の金、および借金の穴埋めに使った金は、子爵の自殺の直前、子爵自ら森木に与えたものなのだ。一体、子爵は M ホテルに初めて泊まったわけではない。すでに数回来泊していて、森木国松とはだいぶ面識がある。それどころか、相当可愛がられてさえいたらしい。君も見たように、被告はまだ24歳で、割に綺麗な顔をしているし、ちょっと気も利いているところから、独身子爵の身の回りの世話をするのは、だいぶ慣れていたらしく思われる。10月1日の夜、子爵は一人でやってきて、103号室に泊まった。その当時は、森木の見たところでは、少しも、子爵の様子に変わったところはなかったそうだ。すると、2日の夜12時頃に、
突然、子爵の部屋から呼び鈴が鳴った。森木は急いで子爵の部屋へ行くと、ちょうど子爵はベッドに入ってタバコを吸っていたそうだが、彼の顔を見ると突然、お前にもいろいろ世話になったが、俺は今度遠いところに行くから、これをお前にやっておく。黙って取っておいてくれ、と言いながら、いきなり札束を突き出したそうだ。森木が驚いていると、子爵は出し抜けに彼の左手を取って、手のひらに札をつかませると同時に、その手をぎゅっと握ったのだ。森木にはこの突然の子爵の振る舞いはちょっと下しがたかったそうだが、ともかくやるというものなので、礼を言ってその金をもらったのだ。もうよし、用はないから行って寝たまえ、と言われて、彼は面食らったままお辞儀をしてドアを開けて外に出た。彼がおやすみなさいと言って去ろうとする刹那、ブスッというような異様な音が室内から聞こえてきた。最前から子爵の様子が少しおかしいと思っていた彼は、いきなり今閉めたドアをまた開けて飛び込んでみると、子爵はベッドの中に寝たままピストルで自分の頭を撃って即死を遂げている。このピストルは、先の会話の間は子爵はベッドの中に隠していたらしく、森木はその時まで全く気がつかなかったという。さて、ここで森木にとって最も賢明な方法は、直にこのことをオフィスに行って皆に告げることだったのだ。君も無論そう思うだろう。しかるに、なぜ彼がその挙に出なかったか。一言で言えば、金の誘惑だったのだね。無論、彼もすぐ、オフィスに駆けつけようと思ったそうだ。しかし、手の中に握りしめている大金を見たとき、ふと、その結果を考えたのだ。なるほど。子爵の自殺は認められるだろう。まさか彼が殺したとは疑われはしまい。けれど、子爵が彼にこんな大金をそっくり今くれたということを誰が証明してくれるか。彼は考えた。もし彼がもらったことを主張すれば、役人たちはそれを信じないのみならず、かえって死因までを疑いはしまいか。欲を捨てれば何でもない。黙って札束を突き戻しておいて、人を呼べばいいのである。けれども、金は喉から手が出るほど欲しい。のみならず、この場合、たとえ証人はいなくとも、正当に自分の権利に属している自分の金なのだ。彼は迷った。迷った結果、愚かにもそのまま黙って自分の部屋に退いてしまったのだ。思えば子爵も罪作りさね。本当に森木にあれをやるだけの好意を持ってるなら、なんとか一切れの遺書を残しておいてやればよかったのさ。あれでは若いあの男を疑わせるようなものだからね。一晩中悶々として、森木は床の中で弁解の方法を考えたが、結局いい考えは出なかったわけなのだ。そしてやはり怖いもの見たさで、とうとう自分で子爵の部屋まで行ってみて、初めて翌朝発見したふりをしてみんなを呼び立てたんだ。だから彼の申し立てに怪しいところのあるのは無理もない。したがってまた警察で疑われてもやむを得ないのだ。しからばどうして警察で自白したか。
これは単純だ。森木は散々責められた上、自分が大体初めに嘘を言っているので、やりきれなくなり、勝手なことを自白してしまったので、こんなケースは珍しくはない。警察でどの程度まで被疑者をいじめるか僕は知らないが、よく嘘の事実を自白する人間のあることは、君だって聞いているだろう。森木もその不幸な人間の一人だった。最初にくだらない嘘を言ったがために、とんでもない嘘を言わなければならないようになってしまった。彼はこのままで検事の前も過ごした。もちろん一応検事の前では警察の自白を否認したそうだけれども、そんないろんなことを言ってはいかんと怒鳴られてからまたそのままに戻ってしまったのだ。こうなると被告人心理には妙な幻影ができてくるものだ。我々が外部から見てどんなバカな目にあったって命に関わるようなデタラメを言うはずがないと思うにもかかわらず、被告人は一旦筋道の立った嘘を言ってしまい、それをたびたび繰り返していると、それがだんだん恐ろしくなり、しまいには案外平気になってしまうらしい。森木国松は恐ろしい強盗殺人の罪を自白してから、予審判事の前でも、第1回、第2回目の尋問まで同じことを言っている。彼が今言っているような事実を言い始めたのは、ようやく予審の第3回目の尋問の時からなのだ。この回に至ってから彼は俄然今までの事実を否認して自分の無罪を主張するようになったのだ。お聞きの通り、公判廷においては自分の絶対無罪になることを力説している。彼の自白に基づいて彼を起訴した藤山検事の立場も一応よくわかる。また後半に移した判事の気持ちもわからぬのではないけれども、罪なき者は何と言っても罪はないのだ。もし彼に有罪の言い渡しでもあってみたまえ、国家はとんでもない誤りを犯そうとするのだ。実に危ういじゃないか。鬼怒川龍太郎はやや興奮しながらこう言って、きっと清川淳を見つめたのである。清川淳は全く沈黙してこれを聞いていたが、この時突然口を切った。なるほど、事件の経過は詳しくわかりました。けれどあなたは本当に森木国松の無罪を信じますか？いや、弁護士としてのあなたにこんなことを伺ったのは乱暴です。しかし、鬼怒川さん、友人として、ね。友人としてこれは聞きたいのです。あなたは本当に森木国松が無罪だ。彼の言うことが、もちろん公判廷で今日言ったことがですよ。そのことが本当だと信じているのですか？無論だ。となるように鬼怒川が答えた。しかし彼の顔色には明らかに急所をつかれた表情が見えた。どうしても？逃げる獲物を追うように清川が突っ込んだが、彼の顔には意外なほどの真剣さが浮かんでいる。もちろん。信じていないで、どうして今日のような弁論ができるか、君。ごっくりと唾を飲んで、鬼怒川が続ける。無論、僕は弁護士だ。弁護士を商売にして暮らしているのだ。依頼人を、あくまでも弁護すべき職業にいる。けれども、不肖ながら、鬼怒川龍太郎、
愚かなりとはいえ、明らかに有罪と信じている者を、金銭のために目がくらんで、これを無罪と強弁しようとするのではない。僕は、それなら初めから受け付けないのだ。もっとも、初め無罪と信じて引き受けた者が、後に、そうでなくなるらしく思われることがある。このごとき場合に、弁護士たる者が、被告人の防御を放棄すべきものなりや否や、放棄することが、果たして正義の精神に合致するや否やは、かつて、英国においても問題となったところの大問題である。けれども、今の場合はそうではない。僕は、森木の無罪を信じているのだ。鬼怒川の興奮につれて、なぜか清川は、だんだん冷ややかな表情を示した。そうして、さらに突っ込んで聞く。なぜですか？どういう理由からですか？鬼怒川は、この執拗な矢継ぎ早の質問に対して、やや呆れたように、清川の顔を見ながら答える。なぜ？なぜ君がそんなことを僕に聞くのかわからないが、一言で言えば、有罪とすべく証拠が薄弱だからだ。いつの間にか、鬼怒川は立ち上がって、ストーブの前を歩き始めている。清川、君は法律家ではないから、念のために言っておくが、法律の精神、刑法の精神に従えば、僕が被告の無罪を証明する義務はないのだぜ。これに反し、検事の方は、被告の有罪を積極的に証明しなければならんのだ。判事が有罪と言い渡すためには、もちろん、裁判所が有罪を証明しなければならん。したがって、五分五分と見える場合、少しでも疑わしい場合は、被告は絶対に無罪であるべきなのだ。これは我が国ばかりではない。文明国のすべての制度がそうなっている。有名なクリッペン事件では、彼の上夫を弁護したバーグネット卿は、時のカウンセル・フォア・ザ・クラウン、検事の役をする弁護士、たるリチャード・ミューア卿が、自分に被告の無罪を証明することを要求したと言って、大いに憤慨して本に書いている。弁護士はいかなる場合においても、進んで、被告の無罪を積極的に証明する義務はない。しかし検事には、被告人が有罪であることを証明する義務が、絶対的に与えられている。これは、10人の罪人を逸するとも、一人の無辜を罰するなかれ、という精神から来ているのだ。もっとも、この精神そのものが、果たして、正義の精神かどうか、一応考えられぬことはない。けれども、人が人を裁く限り、この格言を、順法するより他仕方がないだろうと思う。だから今度の事件でも、僕は、森木の無罪を、積極的に主張する義務はないのだ。清川、これは君だから言うが、積極的に証明することは、今の程度では、子爵の死が、自殺であると積極的に証明することであって、それはなかなか困難なのだよ。しかし検事は、子爵が殺された、自殺ではない。しかも、森木国松に殺された、と立証するべきなのだ。一言で言えば、今日の検事の論告、その他だけでは、それが立証されてはいないと信じられる。藤山検事は、あれで証拠十分だと思っているかもしれないが、僕は絶対にそうは考えない。子爵に自殺の動機が見出されなくても、かえって、被告に殺人の動機が十分にある、などということは、今さら論ずるまでもなく、断罪の十分な証拠にはならない。人には、誰しも秘密というものがある。ことに、独身であったあの子爵のことだ。どんな秘密があったか、そう、やすやすとわかるものではないのだ。
発作的に死ぬ気になることだってあり得る。遺書を書くに決まっているとは限らない。森木に強盗殺人の動機はあるかもしれない。しかし、それだからやったに違いないと言われてはたまらない。一番問題なのは、左利きの人がピストル自殺をするときに、なぜ左手を用いなかったかということである。これはもちろん、左利きの程度によるのだ。けれども左利きの人間が右手で何かをすることは決して不自然ではない。左利きだけれども箸は右手で必ず持つとか、ペンは必ず右手に持つとかいうもので、ピストルだって必ず左に持つとは限らない。一番残念なのは、現代の科学によっては自殺か他殺か、すなわち自分でピストルを発射したか、他人が発射したか、ああいう場合にはっきりと決められないことなんだよ。あれが意思だとかいうものになると割によくわかることもあるけれども、やはり紛糾することはあの古風事件でもよくわかる。要するに僕は証拠不十分だと考える。のみならず、本当のことを言うと無罪を積極的に立証することこそできないけれども、僕は森木国松の言うことが全くの事実だ、真実だと考えるのだ。そう確信するのだ。ねえ清川、君はどう考えるね。夢中になって部屋中を歩き回りながら喋り立てていた絹川は、一気にこう言い終わると、今度はこっちから食ってかかるように清川の顔を見ながら冷え切った紅茶をぐっと飲み込んだ。だから僕はさっき言った通り、森木がやったんじゃないという気がするのです。今度は清川の方がややたじろぎながら力のない声で返事をした。そうしてなんとなく手持ちぶさたそうに、思い出したように紅茶の茶碗を手に取り上げた。またしても沈黙が続いた。風はまだ止まない。窓ガラスは時々音を立てて雪の激しいのを知らせている。鬼怒川龍太郎は清川に対して、いな、万人に対して、今や法律家以外の何者でもない。彼は事故に反撃する何者をも敵として食いつこうとしている。彼はもはや昔の友情などを思い出してはいない。彼はなぜ清川が雪の夜彼を訪ねてきたか、そんなことをもはや問題にしてはいないのだ。しかし沈黙は清川によってまず破られた。急に深刻な願望になりながら清川が言った。鬼怒川さん、あなたは森木の無罪を立証する必要はないと言われた。けれどもその立証ができればなおいいのでしょう。いな、仮に法廷において立証し得ないでも、あなたの前で立証する人があれば、あなたはますますその初心を強くし、したがって力ある防御ができるわけでしょう。当たり前さ。そんなことができる人さえいれば文句はないんだ。では言いましょう。鬼怒川さん、森木国松は無罪ですよ。彼の自白は真実です。安心なさい。そうして、あくまでも、あなたの信ずる方向に進んでいいんです。何？君、なんだって？清川の言葉は、青天の霹靂のごとくに、鬼怒川を驚かした。そうです。僕は、
ある男を知っているんです。その男は僕の親友です。その男があの事件の推移を見て知っているんです。鬼怒川は飛び上がるように椅子から立ち上がった。そして清川の肩に手をかけながら、おい君、そりゃ本当か。え？本当なら一刻も早くその男に会わせてくれと叫んだ。まあ驚かずに落ち着いて聞いてください。実はそのために今日はここに来たのですから。おい君、なんだって今まで黙ってたんだ。もっと早く来てくれればよかったのに。しかし、ああ、やっぱり君は僕の親友だった。君は信頼すべき人だった。そのために今日わざわざ来てくれたのか。ありがたい。感謝するよ。鬼怒川は興奮した顔つきで清川の手を握った。鬼怒川さん、礼を言うのはまだ早すぎます。僕がなぜ今まで黙っていたか。これには深い理由があるのです。僕は、あるいは今日、あなたに会ったことを後悔するかもしれません。あるいはまた、あなたも。君、馬鹿なことを言っては困る。いかなる理由があろうとも、無実の罪を着ようという人間を目前に控えていながら、君、何を躊躇したんだ。なんでまた後悔することがあるんだ。君は知ってるだろうが、強盗殺人の刑は、死刑か、無期懲役か、二つしかないんだぜ。君は、森木が無罪なことを知っている、または、知っているという男を知っている。それでいて何を考えるのだ。深い理由があるものだから。いや、どんな理由があろうともだ。正義、そうだ。正義がまさに蹂躙されんとしてる今。鬼怒川さん、僕はその正義ということを考えていたものですから。向こうの者が、核のごとき刑罰を言い渡されはしないかという今、それを黙って見ていて、どこに正義がある？一体、正義ということは。いや、議論は後でするとしよう。ともかく、君の知っている話だけでもしてくれたまえ。強いて、心の激動を抑えつけながら、鬼怒川は清川に迫った。鬼怒川さん、僕が今日まで黙っていたことがいいかどうか、後で言ってください。ともかく、あなたも言われる通り、僕は僕の知っているだけを話してみますから。僕が今言ったように、これは僕が親しくしている男の話なのです。この男は嘘は言いません。仮に A と名付けましょう。A がどうしてあの事件を知っていたか。鬼怒川さん、あなたは M 温泉の M ホテルを知っていますか ?103 号室というのを知っていますか。あの部屋は M ホテルの最も右翼にある部屋で、前が庭で、すぐ塀になっているのです。ところが、その塀を一つ隔てて、一軒家が建っているのを知っていますか。その家は、元、K という富豪の別荘だったのですが、昨年から、東京のホテル営業者が買い取って、ホテルにしているのです。そのEホテルの3号室が2階にあって、ちょうど、M ホテルの103号室を見下ろせるように接しているのです。もちろん、そうはっきりしたことは見えません。
けれども見下ろしていると、103号の回転窓のガラスの幅だけが、ブラインドの外してある場合は、明らかに中が見えるのです。これは、僕も最近行ってみて試したところですから、間違いはありません。鬼怒川さん、A は10月2日の夜半に、E ホテルの3号室にいたのです。そうして偶然にも、隣の M ホテルの103号室の上の方の回転窓のところだけが開いていたので、ガラスを通して室内の一部だけを見ていたのです。A が何心なくそこを見たのは夜の12時頃だったそうです。そこからは室内のスタンドの明るみでベッドの一部分だけが見えたのです。と言ってもこれは後の話ですがね。いくら近くても肉眼でそうはっきり見えるわけはありません。はじめは別に注意していなかったので、それがベッドの一部分であることもわからなかった。ところが何かの拍子で突然ピカッと光るものが見えたのです。それが一度ならず目に映じたものですから、A は急に好奇心を起こして、そばにあったオペラグラスを取り出して、一生懸命にピントを合わせてみたのです。すると、男のらしい頭と片手とが見えました。光るものをよく注意してみると、それがピストルの銃身らしいことが分かったのです。つまり、103号室の中でピストルをいじっているのが見えたわけです。A はなお、息を殺して眺めていると、突然見えていた手が引っ込んでしまって、それきり、しばらくは何も動かなくなってしまった。それで、もう何事もないのかと思って、目からグラスを外そうとした刹那、彼は再び片腕を見ました。それは、はっきり覚えていないそうですが、頭のあった位置から、後で考えると、右手だったらしいのですが、その手がニュッと出ると、手の中に紙の束のようなものを持っているのです。そのうち、その手がいろいろに動き始めたので、A は初めて誰かベッドのそばに人が立っていて、腕の主はその人と何か話しているのだなと感じたそうです。すると果たして、反対の側から黒いような洋服のらしい腕が出ました。ベッドの中の手とその手とが絡み合いました。それから紙の束が後から出た手に移ったのです。空になったベッドの手はまだしきりに動いていて、いろいろ話をしているようでしたが、そのうちそれがぱったりやんでしまったので、話が終わったのだな、と A は考えたそうです。これは面白いわい、と思って見ている途端、ベッドの手がまた出ました。今度は、さっきのピストルを持っています。あっという間に、その右の手は、自分の頭にピストルの銃口を当てました。A が思わず声を上げようとしたとき、他の見えない左手で掛け布団を引きずり上げたと見え、不意に銃口も頭も半ば以上布団に覆われました。矛盾したような話ですが、この時 A は全体をはっきり知りたいためにグラスを離して顔を突き出したそうですが、その刹那、鈍い音を聞いたのです。やったな。と思って再びグラスを目につけると、ベッドの中の頭はさっきの形のままで少しも動きません。すると突然さっきの洋服の手が今度は2つ出てきました。そうして布団をちょっと剥いでみて、驚いたようにすぐ手を引っ込めたのです。 A はあまりの恐ろしさにそのまま目を閉じてしまって、後を見なかった。
いや、見えなかったそうです。それから約30分の間、彼は肉眼で窓ガラスを通して中を見ていたそうですが、もはや少しも動くものはありません。だから A は何人かが自殺をしたのを知っていたのです。それから何人かがその自殺事件を発見したらしいことをも知ったのです。どうです?これは被告森木の言うところと全く一致するものではありませんか?清川はここまで言い切ってぐっと唾を飲み込んだ。先ほどから睨みつけるような顔をして耳を傾けていた絹川はたまりかねたか不意に言う。それ見たまえ。僕の信じている通りじゃないか。それでその君の友達はどうしたのだ。黙っているのか。親友たる僕に最近その話をしただけです。あとは誰も知りません。けしからん。君もまた君だ。それだけの事実を知っていて、しかも一方森木が捕まったことをも知っていながら、なぜ君は、君は、そしてその男は訴え出ないのだ。返事によってはそのままにしておくまじき切迫した気持ちが絹川の顔を覆う。しかし A は訴え出られる理由があるのです。 A には A の立場、僕には僕の立場があるのです。絹川さん、その点をちょっと考えていただきたい。清川、君は何という情けないことを言うのだ。君と僕とは親友だったじゃないか。僕は君がそんな人間になってしまったとは今の今まで思わなかった。なるほど、君は法律家ではないけれども、このくらいの理屈が君にはわからないのか。いいか、ここに森木国松なる青年があらぬ罪を着て今死刑になるかもしれないという状態にいるのだ。いいか、一方に彼が無罪なることを明らかに知っている君の友人 A なる人と君とがいる。この場合 A と君はいかにすればいいか、どうすれば正しいのか、こんな分かりきったことが A にも君にも分からないのか。いくら芸術家であっても君にこのくらいの理屈が分からないはずはない。清川、くどいようだがもう一度言う。正義は蹂躙されかかっているのだ。いいな、すでにあの被告を長い間捕まえたことによって正義は蹂躙されているのだ。君らに対して法律は何も命令はしない。法律上の義務はないだろう。けれども道徳は何と教えるか、正義はどこを指すか、清川、少し考えてみてくれ。清川は冷ややかに答える。絹川さん、あなたの言うところはよくわかっています。しかし、それなら僕が知りたい。A は自分を犠牲にしても森木を救う義務がありましょうか。犠牲?そうです。すなわち、深い理由というのはその点なのです。A は自ら名乗りを上げると同時に、身を犠牲にしなければなりません。とはまたどういうわけだ。 A の命にでも関わると君は言うのか。例えば A が殺人者だとでも。いいえ、違います。お聞きなさい。10月2日の夜半、
A は一人で E ホテルの2階にいたのではないのです。はっきり言います。彼は恋人と二人でその夜をそこで明かしました。しかもその夫人は人の妻です。愕然として鬼怒川は清川の顔を眺めた。清川はさらに続ける。 A はある人妻とその夜 E ホテルにいたのです。これは無論非常な秘密です。したがってもし A が森木を救おうとすれば、なぜその時彼が E ホテルにいたかということを調べられるでしょう。そうなれば自然彼の恐ろしい恋は暴露されるに決まっているのです。 A は今日もおそらく涙に暮れているでしょう。彼は森木が捕まって以来一日としてこの問題を考えなかったことはないのです。鬼怒川さん、 A だって僕だってそうバカではないのですよ。ちょっとした沈黙の後、鬼怒川がおごそかに言った。なるほど、そういう次第なのか。よくわかった。しかし清川、僕は何ら問題はないと思うがね。けしからん話じゃないか。 A は立派に法律上の罪人じゃないか。彼の立場には一応同情はできるけれど、一方は死刑になる事件だぞ。一方はそんな重い刑にはならない。この点から言っても A は進んで名乗るべきだと思う。だいたい君自身が A のような犯罪人に同情するというのが不思議に思われるが。あなたは法律家だ。だから全てが法律的にしか考えられないんだ。 A にとってこの恋の発覚は、あるいは死刑以上の問題かもしれない。それは自業自得というものだ。何を考える必要がある、清川。森木邦松を救ってくれ。頼む。鬼怒川さん、それはあなたが法律家として、または弁護士としての利己主義からじゃありませんか。何？利己主義？けしからん。何を言うのだ君は。さっきもたびたび言った通り、問題は正義ということにあるのだ。正義の命ずるところ。いや、僕はあなたが利己主義というわけじゃないんです。ただ僕はあなたがあまりに森木のみしか考えていないということを言いたいのです。鬼怒川さん、 A が名乗り出るとします。問題は A 一人ではありませんよ。無論相手の夫人も犠牲にならねばなりません。しかしあなたは言うでしょう、自業自得だと。なるほど、あなたのような冷ややかな法律家にはそう思われるでしょう。よろしい、僕はあえて反対はしますまい。けれどここにもっと大きな犠牲があることを忘れてはいけませんよ。この事件の最大の犠牲者は、何も知らずに平和に生活をしているその夫人の夫、その人です。あなたはそれも自業自得だと言いますか。無論妻を取られるような夫がバカだと言ってしまえばそれまでです。しかしあなたはあえてそれを言いますか。そう言い切ることは恐ろしくありませんか、鬼怒川さん。森木邦松一人を救うために三人の人が犠牲になるのです。一方は命、一方は命、あるいはそれ以上のものを捨てようという場合です。僕は法律家ではありませんから、
一人の命と三人の命とを比べて算術をするようなことはしません。ただ、事実を言うだけです。僕から言えば、少なくとも夫だけは、自業自得だと言えないような気がするのです。もしそれならば、森木邦松だって、自業自得だと言えないことはありませんからね。僕には、この問題は、恐ろしすぎるのです。目をつぶって、何か考えにふけりつつ、鬼怒川が言う。お互いに考えの相違は仕方がないとして、それならば僕ははっきりと聞きたい。君は A 氏、または君自身が訴え出ることは全然不可能だというのかね。だからその点について僕は迷っているのです。清川、そんなら僕がもう一つ聞く。そんな不可能なことならば、なぜ君は僕のところへやってきたんだ。一体何のためにそんなことを言いに来たのだ。いっそ初めから黙っていてくれた方が、どんなに僕は気が楽だったか知れないじゃないか。鬼怒川の言葉は、むしろ、演ずる者のごとく響く。だから僕は後で後悔しやしないかと言ったんです。しかし、なぜ僕が今日ここへ来たか、その問いに答えましょう。A は最近になって事実を打ち明けたのです。僕は驚きました。そうしてどうしようかと思い悩んだのです。ところが今日、あなたが、あの被告事件につき、出廷するということを聞きました。それで、僕は早速法廷に行って、始終の様子を聞いていたのです。僕は、あなたの熱意に感激しました。罪なき人を救うために、あなたは、全力を注いでおられる。あなたのやっていることは正しい。尊敬すべきことです。ただ、その時僕は思った。あなたは本当に森木邦松の無罪を確信しているのかどうか、ということを。こう思った時、僕はどんなにかして、あなたに真相を告げたい。そうして少しでも、今以上の確信と勇気とを与えたい、と決心したのです。法律家でない僕には、真相を語るだけでも、語らないよりはマシだ、としか考えられなかったのです。今あなたが言われるように、そんならいっそ、何も言わない方がいいとは思えません。と同時に、真相を語ることが、直に、それを立証しなければならないことだとも思いません。A の話をしたことは、しないよりいいはずです。A の話をしたから、A を法廷に引っ張り出さなければならぬとは思いません。あなたは法律家だから、A の話をする以上、A を法廷に引っ張り出さなくては何もならないとお考えになるのでしょう。法律問題としてはそうかもしれません。しかし、僕は法律家ではないのです。僕はただ、事実を、あなたに伝えたかった。そうして、あなたにただ、確信と勇気を与えたかっただけなのです。言い終わると彼は、はっきりと、鬼怒川の顔を見つめたのである。いろいろな感情が、鬼怒川の心の中を動いているようであった。清川、お互いに考えの相違は仕方がない。それは今言った通りだ。君の言うこともわからないではない。しかし、同時に君は、
僕の立場を理解してくれることもできるだろう。どうだ、君。お互いに妥協し合うことはできないだろうか。というと、つまり、A 氏に法廷に出てもらうのだ。けれどその時、ただ一人で M 温泉に行っていたことにすれば、A 氏に迷惑はかからないだろう。しかし、裁判官にどうしてその時そこにいたか聞かれたら、どうしますか？ A は嘘をつくのですか？あなたは弁護士として、証人に嘘を言わせる気ですか？いや、決してそうではない。刑事訴訟法第188条には、証言をなすによって、自分に法律上の危険が消えるときには、その点について証言を拒むことができるように規定してある。すなわち A 氏の場合には、見た事実だけを語ればいいので、その他の点は証言を拒めばいいわけなのだ。衣川さん、あなたは実に法律家ですね。そして実に法律的にしか考えられないのですね。考えてごらんなさい。なるほど、法律はそうできているかもしれません。しかし A がその点について証言を拒むことは、一面から見ればある種の自白と同様じゃありませんか。しかし決して危険はないわけだが。それは法律問題です。事実、問題として危険がないとどうして言えますか。この事件に A のような証人が飛び出すことだけで新聞は賑わいます。物好きな記者たちはいいホテルに行くかもしれません。いや、行くに違いない。そうすればそこでは A が当夜泊まったことと同時に、立派な家庭の夫人が同時にいたことが証明されます。衣川さん、そのホテルのオフィスに、もちろん偽名ですが、二人がサインしているのです。夫人の筆跡がちゃんと明らかになっているのです。 A は逃れることはできません。ではその夫人だけに出てもらうわけには絶対に不可能です。あの自分、そんなところにいるべき女ではないのです。のみならず、夫人自身が実験していないのですから仕方がありません。それではもはや妥協の余地はないのだね。ただ僕自身があなたの前で言っただけのことなら、法廷に出て言ってもいいのですが。しかしそれは全然作り話だと思われれば、それきりの話だ。よし、仕方がない。こうなった以上、僕は僕の信ずる通り行動するより他仕方がない。というと、どうするのですか？我々法律家に、Let justice be done, though heaven fall, という格言がある。正義を遂行せしめよ。清川、僕は正しいことのために争うのだ。君一個人に対しては、恩をあだで返すことになるかもしれない。君の行為は行為として受ける。しかし、僕はあの話を聞いた以上、黙ってはいられない。断じて。あなたは、A を捕まえるのですか？僕としては、A を捕まえるか、あるいは君を法廷に連れ出すか。いずれも、僕の義務だと思う。清川、繰り返して言うが、これは僕の利己心からではない。正義のためだ。正義のために戦うのだ。待ってください。僕はその正義の名において、あなたにもう一度考慮を望むのです。そうです、何が正義かもう一度考えてください。
正義ということは尊いことでしょう。しかし、それに対して人間が、哀れな、無力な人間が、勝手の行動を取るということは恐ろしいことですよ。人間が考えている以上に、運命は恐ろしいことをします。あなたは、そういう勇に進むことが恐ろしいとは考えませんか？僕は文学者ではないから、君の言う難しい言葉はわからない。僕はただ、正義を踏みにじることを恐れるばかりだ。それが恐ろしいのだ。この場合、いかなる犠牲を払っても、森木邦松を救うことが一番正しいことに違いないのだ。よし、君との妥協は不可能だ。明日にもEホテルについて取り調べて、必ずA の正体を突き止めてやる。清川、最後に言うが、君と A とはよほど密接なようだ。よもや君が A なのではあるまいね。もはや、言い合うだけは言い合いました。すべてはあなたの考えに任せます。しかし、絹川さん、僕が今言ったことは忘れないでください。風はますます強く、雪はいよいよ降り積もる中に、旧友は隠して争い、隠して別れた。旧友を送った後、絹川龍太郎は一人炉端に座して、まんじりともしなかったのである。翌日は昨日に勝る大雪であった。午前4時頃になって、ようやく就眠した絹川龍太郎は、様々の無限に襲われつつ、昼頃まで寝てしまったのであった。なんとなく物言いまま、彼は終日家にこもることに決めて、総外の大雪を眺めていた。清川は変わった。全く自分と考えが違う。彼は、不義の罪人をかばうことを正しいと信じているらしい。何が正義か、問題は実に簡単ではないか。不義の罪人をかばうことは、清川がその罪人である場合にのみ、その気持ちにやや同情はできる。こんなことを考えつつ、彼は書斎で総外の吹雪を眺めていた。けれど、清川は俺の親友だ。彼に良心のないはずはない。彼が来てくれたことが、すでに彼の心の反問を表している。彼は、今日は来るだろう。来て、すべてを自分に告げるに違いない。絹川龍太郎はこう考えて、終日、家に留まることにした。けれどもこれは果てにならぬ良きだった。頼りにならぬ体のみだった。その日も暮れたけれども、清川は姿を見せなかった。夜の帳が降りた時、彼は戸外の大吹雪の恐ろしさを思った。たった一人で、小田原に、この寂しい夜を送っているであろうところの妻、静江の上を、ふと、思い起こして手紙を書き出した。そうして、夜遅く床に着いた。前夜安眠を取れなかった彼は、睡眠剤を多量に服して、その夜は、床に着くなり、ぐっすりと寝込んでしまった。翌日は好晴だった。雪も風も止んだけれども、あたりは一面の銀世界である。遅い朝食を済ませたところへ、女中が、お手紙でございます、と言って、熱い封書を持ってきた。静江に送る手紙を引き換えに、女中に渡した彼は、その封書の裏を返すと、
そこには明らかに清川淳という賛辞が読まれた。心を躍らしながら封を切った彼の眼前に展開された手紙は次のようなものであった。鬼怒川龍太郎様、僕はここに親しきあなたに向かって最後のご挨拶を申し上げます。あなたは永遠に僕を忘れてください。この手紙があなたの手中に落ちると同時に、あなたと僕とは地上において全く関係のない二人の人間となるでしょう。すべての事情はおそらくあなたと僕とを永久に別れさせてしまうに違いありません。鬼怒川さん、昨日仮にええと言ったのはあなたが察しておいでのように僕自身ではないのです。しかし僕の分身のような人間です。そうです、僕と同じなのです。 A は実は僕の肉親の弟だったのです。肉親の弟、清川博のことなのです。愚かにも僕は弟の恐ろしい恋を最近まで知らずに言いました。大学を出たばかりの僕からはまだ子供のように思われる弟ヒロシがそのような恐ろしい声をしていることは全く知らなかったのです。ヒロシは昨日申した通り、いいホテルで森木国松の事件をすっかり見ていたのでした。不義の恋に対して天がいかなる方法をもって報いるか、人間の計り知り得ることではありません。ヒロシは好奇心から見たあの事件のために、あれ以来、一夜として安眠を得たことがないのです。鬼怒川さん、ヒロシに両親がないと思うのはかわいそうです。ヒロシはちょうど、あなたの言われた通りの考えを持っていたのです。ことに法律を学んだ弟には自分を犠牲にしても名乗って出ることが正しいと考えられたらしいのです。けれども一方彼はただれた恋に陥っていました。愛する女を犠牲にしなければならないということが一番その決心を鈍らせたのです。そうしてあの事件以来、名乗って出よう、名乗り出なければならないと思ってはそれを成し得ず、また自決することもできないで時を過ごしてしまったのでした。ところが森木国松の事件はいよいよ進行し、しかも被告に最も不利に進んでしまいました。新聞でそれを伝えられるたびに弟は身を切られるような思いをしていたのです。そうしていよいよ第一回の公判が開かれ、被告の身がいよいよ危険になると知るや、ヒロシはたまりかねてあの恐ろしい事実と恐ろしい恋の話を僕に打ち明けたのです。その時の僕の驚きを察してください。さらに、その夫人の夫の名をはっきり聞かせられたとき、僕はさらに驚いたのです。その人は社会的に立派な地位を持って、しかも最も妻を信じている善良な紳士なのですから。しかもその紳士は僕のよく知っている人なのです。よく知り、よく信じ、よく愛している人なのです。鬼怒川さん、僕の立場を察してください。もしあなたが僕の立場に立ったら、あなたはどうなさるでしょう。
あなたは思い切って弟を法廷に突き出しますか？理論は僕の進むべき方向を示さないわけではありませぬ。僕の立場に立った者が進むべき一歩は明らかでしょう。けれどそれは実に忍びぬことです。僕は弟を犠牲にすることを一度は決心しました。もちろんその相手の夫人をも犠牲にする覚悟をしました。けれども僕は裏切られた夫のことを思ったとき、どうしてもその決心を遂行できなかったのです。その人は僕の親しい友です。僕が尊敬し理解していると信じている人です。この人の運命を一撃に叩き潰さなければ森木国松を救えない。こう考えた時、果たして正義というものはその友をまで犠牲にしなければならないものか思わざるを得ませんでした。僕を信じてください。これは決してごまかしでも何でもありません。肉親の愛に溺れて僕が決心を鈍らせていたのではありません。僕は罪深き弟を犠牲にする覚悟は今でも十分持っています。けれども天地が崩れても僕の親しい友が妻に裏切られた顔を見ることはできません。衣川さん、僕が友人にいかに忠実であるかということは僕があなたに対する心情でも知ることができるでしょう。一方に不幸な肉親の弟を持ち、一方に不幸な友を持ち、しかも他方不幸な森木国松あるを知っている僕の立場を察してやってください。僕はできるならば、すべてをなんとかうまくまとめようとしたのです。けれどそれは何と言っても、卑怯なごまかしにすぎませんでした。昨夜もあなたから言われた通り、僕は何としても事実を打ち明ける心が鈍っており、その癖ある程度まであなたに知らせるという矛盾した行動を取らなくてはならなくなったのでした。こうやってこの不幸な僕はいつまでこの苦しみの中にもがいていなければならぬのか、そう思い悩みながら僕は昨夜のうちに帰ったのでした。けれども悲劇はついに大詰めにまで進みました。弟はこの兄の苦しみも察せず、昨夜ついに死の旅路についてしまったのです。僕があなたを訪問したことを知った彼は、すべてをあなたに打ち明けると思ったのでしょう。そうして法律家としてあなたが取らるべき道を察したのでしょう。彼は一切れの遺書を残して大吹雪の中を東京を後に旅に出てしまいました。頼みがいのない兄と思ったのでしょう。あるいはまた正しいことを一歩も曲げない兄とも思ったでしょう。弟はかねて好んでいた S 県の A36 で死にたいと書き残していました。そうしておそらくはその恋の結末として夫人をも道連れにするでしょう。遺書によれば、かねて相手の女もこの場合あるを覚悟していたそうですから、今頃は
A36 の大吹雪の中に、二人愛用して倒れていることでしょう。僕は、止めれば、その死を止め得たかもしれません。けれど僕は、弟の死を、とどめる気にならないのです。A36 に、二人の人間が死ぬということは、すべてにとって不幸なことです。二人にとっては無論です。しかし、女の夫にとっては、さらに不幸です。さらに、森木国松にとっては、最大の不幸です。けれども、一歩引いて考えれば、僕のような人間の儚い力で、この運命をどう食い止められるでしょう。よし、弟の死を救ったところで、どうなるのです。鬼怒川さん、僕にとって、どの道が一番正しいのでしょう。僕にとって、正義の道は、どこにあるのでしょう。僕は、この手紙をあなたに出すと同時に、僕も、旅に出ます。しかし、僕は死にません。ただあなたに、永久に、顔を合わせぬところに行こうと願っています。最後に、二人の、今はおそらく死についているであろう命に、罪償われて、魂天に帰ることを祈ります。森木国松のために、何か偉大な救いの来たることを祈ります。そうして最後に、僕が最も信じ、愛しているあなたに、いかなることが起ころうとも、幸福あらむことを、切に、切に祈るものです。清川淳。読み終わった鬼怒川の顔色は、この世のものとは思われなかった。しかし、彼が考えをまとめようとする途端、ドアを叩いて、女中が慌ただしく入ってきた。旦那様、お電話でございます。どこから？長距離電話で、どこかの警察だそうでございます。何？警察？ある恐ろしい、忌まわしい予感に襲われて、彼は電話室に立った。鬼怒川龍太郎です。え？何？ S 県 N の警察。はあ。はあ。何です？よく聞こえませんが。それは僕の妻の名ですが。何？雪の中、死んで？何ですか？もう一度言ってください。そうですよ。それは確かに僕の妻ですが、僕に宛てた手紙がある。死んだのですか？本当に？え、紳士の死体？何？清川博士。外にいた女中は、主人のただならぬ様子を注意していたが、この時突然、電話室のガラスが砕ける音がして、主人がよろよろと倒れるのを見た。鬼怒川龍太郎は、脳貧血を起こして倒れたのであった。
数日の後、仮称して誰にも会わなかった鬼怒川龍太郎は、親しい藤山健二が一個人として見舞いに来たのを聞いて、強いて今に通した。わずかの間に痛ましくやつれた主人の顔を見ながら、藤山健二は一応の見舞いを述べ、体の養生をするように穏やかに暇を告げようとした。藤山君、勝負は僕の勝ちだよ。痛ましい家庭の悲劇を知っている藤山健二は、不意に鬼怒川にこう言われて、何のことかちょっとわからなかった。藤山君、森木国松の事件だよ。ああ、あれか。あれは君、弁護の辞任届が出ているが、今、養生が大切なんだから、無理もない。藤山君、勝負は僕の勝ちだよ。あれは、有罪だと思って弁護を辞したのではないよ。いや、その逆なんだ。森木国松は絶対に無罪だよ。君はとんでもない間違いをしているのだぞ。藤山君、もう一言君に言っておく。Let justice be done, though heaven fall だ。しかし、何がジャスティスか。僕らは考えてみる必要があるよ。こう言うと、冷たい、気味の悪い微笑を唇のあたりに浮かべながら、鬼怒川龍太郎は病床にあって、再び目を閉じた。